こんばんは、マーティン、ダーメル金太です。クイズ、小学6年分、いきたいと思います。では、問題。えー、言語、あの、平成の言語、2019年5月1日、平成からどう、何に変わったでしょうこれわかりますよね。正解は令和でした。では、一番古い言語はどれでしょう昭和、明治、大正。正解は明治でした。はい。人口をんでいる死の進行、ある日起きた2番になってたや。それはどうして赤ちゃんが呼ばれた。 周りの町や村と一緒にだった。周りの町や村に引っ越す人が増えた。外国人が引っ越してきた。正解は周りの町や村と一緒にだったし、合併ですね。九州合併いろいろですね。はい。じゃあ、巻きをくべって自分で火を起こすときに使う道具はどれ正解は、か、ま、ど、です。次の問題。実際にある件はどれでしょう目、手、足、 正解は岩手県だから手です。はい。では、琵琶湖がある県はどこでしょうわかりますね。正解は滋賀でした。東京のうち県の数はいくつ正解は43でした。はい、以上です。バイバイ。